老人習慣、自殺予防習慣。そういうことか。はい、どうも、ゆうげつのりです。ヤノです。こうじゃです。文字数、無駄遣いクイズ。無駄。ダメ。無駄遣いダメ。もう終わりです、この企画は。でもそもそも文字数を無駄遣いするとかいうことをですね、YouTube の上でやっていくと、こう、長く視聴者が見てくれるコンテンツにはならないわけですよ。ですからですね、我々は今一番多い。文字数が多い単語で回答した方が、より得点がもらえるというシステムです。よっしゃー。回答1文字につき1ポイント。おー、すごい。大盤振る舞い。例えば、クイズノック。と答えて正解した場合はクイズノック6文字ですので6ポイント入ります。なるほど。休憩とかって言って正解しちゃうと、まあ、5点しか入りませんから、まあなんて言ったら一番長くなるのかっていうのを考えながら答えてください。5等は一律マイナス5ポイントとなっております。おお、まあ、5ポイント。誰かが5等した場合には他の人問題を押すことできます。はい、はいはいはい。問題、老人習慣、自殺予防習慣。そういうことか。うわ、これ、セプテンブル。正解！OK！ そういうことか。老人習慣、自殺予防習慣、動物愛護習慣があるのは1年のどの月というもの、ね。はい、うんうん。一般的には9月そう、ね、なんですけど、ね、まあ、だと3ポイントしか入りませんので、まあ、長月というと4ポイント。そして、セプテンバーと答えたので6ポイント。え、おー、9じゃない。まあ、こういう感じでございます。なるほどね。はい。問題。上杉謙信がライバルの武田信玄に置く。塩化ナトリウム。正解。そういうこと。いやー、今気づく時だったな。これ最初ソルトって言ったつもりで押した。あれ4文字。ソルト3だし。あ、本当だ。本当に NACL だったのか。わかんないよ、確かに。マジ、円である可能性あるじゃん。中和の過程で生じた円を今回、しようと答えると2点。食塩、もしくは波の花と答える。なるほど、なるほど。確かにね。そして、塩化ナトリウム、もしくは NACL と答えると8点というものです。なるほどね。まだいい。上下どちらでも使えるタイプ C が便利。うわ、ユニバーサルシリアルバス。正解。いいやいや、めっちゃ怖い。めっちゃ怖い。これ安いだぞ。12ポイント入ります。 USB と答えると6点、ユニバーサルシリアルバスと略さず答えると倍の12点入ります。うわー、大きい。ユニバーサルあ、ウニ限定にアーにしときます。できなかった。ユニバーサル。山本さん12点、伊沢さん14点、こうちゃん0点。えぇ、やばい。理不尽がすぎる。問題、家出少年の穂高と。うわぁ、3、2、1。天気の子。正解です。全然わかんない。天気の子と答えると5点なんですが、はい、ウェザリング・ウィズ・ユーと答えると。ああ、そうか。ウェザリング・ウィズ・ユー、英語か。なるほどね。映画、天気の子、もうすぐ晴れるよ、だったら、そういう作品じゃないから。21点入ります。天気の5と答えたので、5点入ります。はい。でも5点大きいっすね。5点ね。あ、でもこれで1くらい。あ、そうそうそう、抜いたわ。問題、じゃ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 ーん。はい。ベートーベン交響曲第5番、運命。正解。はい。結構言ったね。結構言ったよ。あと識別に必要なね、言葉は、ね、全部言いました。ベートーベンから運命まで全て数える。イエーイ。23ポイント入ります。やべー、強すぎる。いいよ。じゃあベートーベンとするか、ベートーベンとするか。ああ、今回はベートーベンと言ったなというふうにカウントしました。日本人のリスニングの耳が V と B を聞き分けられないだけで。いや、絶対ベンだって。ベンだ。絶対ベンだ。おそらく一番長いのが交響曲第5番破綻調作品67っていうのが長いと思います。やば、すごいね。山本さん17点、伊沢さん37点。おい、あいつや。問題、幕内優勝回数の最多記録を。だから3、2、1。ジグジドゥムーフバト。違います。あ、違う。はい、白鵬。正解。
やばい、ヒガルデムーンフバトはお父さんの名前。ヒガルデムーンフバトだけ覚えてたんだけど、分かんないんだよ。ムンフバとダバジャルガル。あー、そっか。あー、やばい。そう、ダバジャルガル。そう、ダバジャルガル。そうそう、ダバジャルガル。でも、あれだね、白鵬翔だとな。そう、そうなんだよ。白鵬翔と答えてもらっても全然構わないですね。諦めちゃったのがよくなかった。白鵬だと4点、白鵬翔だと7点。確かに。で、ムンフバとダバジャルガルだと13点というこの間一応、日本国籍を取得したので、なので、白鵬翔はもう本当に本名になりましたね。なるほど。という点でも、俺は間違ってる。これで山本さんが21点、はい、伊沢さんが32点、コウちゃんが0点、はい、続いて最終問題です。はい、問題、ゲルニカなど。いやこれね、いや覚えてないんだよな。これ、ね、途中まで言ったらダメかな。これ違うじゃん。違うね。はい、パブロ・ピカソ。違います。ソフィア王妃芸術センター。違います。おーやばいやばい。えあーこうちゃんしかないやん。騙されたわこれ。はい、ゲルニカなどの作品で知られる画家の名前が付けられた株式会社ドン・キホーテのディスカウントストアは何？わかった。押したないわ。これとりあえず押してみ。これ押してみ。これ押すか。ピカソ。正解。正解はない、正解はないかもしれないよ。それはあのピカピカソです。あ、ピカソだけの。ピカソっていう名前でね。あ、そうですね。ありますね。ドン・キホーテみたいなやつね。これもうピカソと答えるしかない。どういうことや。それは騙されたんだね、我々は。ディスカウントさんの名前はってこと絶対なかったんだよ。最終問題逆転できるパターン多いから、まあたまにはこれで。うわー、騙された。回らなかったチェンジアップだったね。ピカソ来るかなと思って構えてるから。めちゃくちゃ早いな。そうそうそう。もうさ、すごくね。俺さ、最大限のパフォーマンスしてる。孤島の正解だ。一番稼いで。期待ついに最高。でも正解が3点。これだけやん。いやー、やられたな、最後、しかし。そうだよ。いやー、最後はうまいね。いやー、もう。パブロ・ピカソ、孤島と思って。孤島と思ってね。まあ、お店の名前はパブロ・ピカソじゃない。まあ、ないです。そうですね。ピカソってことやろ、待ってね。ちょっと。さすがに無理だわ。よくない。意外とね、あの特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する科学が出なかった。確かにね、確かに。騙されたことですね。そうだね。絶滅の恐れになる野生動植物の種の国際保護に関する条約。ワシントン条約ね。ピカソ本名はパウロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・ファン・ネポムセノ・マリア・デ・ロス・レメディオス・クリスピン・クリスピアノ・デ・ラ・サンティシマ・トリニダード・ルイス・イ・ピカソ。あー、クリスピークリームドーナツみたいな。なんかあってね、途中なんかドーナツ食いたくなるね。一瞬美味しそうなと思うね。山本さんが16点、伊沢さんが27点、こうちゃんが3点で伊沢さん優勝。イエーイ。じゃあちっちゃく収まったな。思ってたよりかなりちっちゃく収まりましたね。でベートーベンの運命で23点入ってて、運命勝ちじゃない。結果27点だ。ほぼそれ。ほぼそれ。これだってラストにもう落としてるもん。そうだね。ということで今日はね、無駄遣いしてきましたけど、皆さんあのちゃんと水道の線はすぐ止める。はい。ウォシュレットの電源はこまめに切っておく。はい。トイレの電気を消さない、消すようにしておく。はい。で、ゴミの分別はしっかりするというのを心がけてください。はい。無駄遣いをなくしてですね、良い地球にしていきましょう。はい。もったいないの精神を忘れずに、さよなら。それだけだ。それだけだ。削ったね、最後。さよなら。チャンネル登録してね。続きましてね。お願いします。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画を見てくださいね。